この時間は都市防災の専門で群衆事故にお詳しい東京大学大学院の広井優先生に解説をしていただきます先生どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします韓国ソウルイテウォン群衆事故日本人二人を含む154人が死亡となりましたでこのイテウォンというところなんですけどもソウルの市街地です人気ドラマイテウォンクラスの舞台としても知られ日本人観光客にも人気のエリアです で、えー、これが拡大した上から見た地図なんですけれどもここに駅があります地下鉄の伊手院駅です。で、えー、その 北川にですね、飲食店とかバー、クラブなどがある、まあ非常に賑やかな通りがあるわけなんですけれども、この通りと駅をつなぐこの細い路地、ここが事故現場です。この事故現場の拡大した写真がこちらなんですけれども、駅から北に向かって見ている様子ですけれども、道幅がご覧のようにおよそ3メートル、そして奥までがだいたい40メートルという非常にまあ細い通りで事故が起きました。予見可能だったと思うんですよね。うん、私も言っても言ったことあるんですけど。 あの繁華街なんですけど町並みは古くって結構大通りとメインの通りはあの細い路地しかなくてで韓国でハロウィンといえばイテウォンって言われてるぐらい人は集まるのでこのざっ 警備という考え方ががが韓国にも元々ちゃんんあああっっって法律があったたりりマニュアルすするんですよで実際2週間前にこのイテウォンで行われたあの区が主催した祭りの時はちゃんと一方通行にしたり、ね、車を通行止めにしたりしていて、うん、でなぜこれがこれだけの人数がさらに予見されるところで警備がきつくなってなかったのかとであの140人とかぐらいいたということなんですが、うん、あの韓国の大統領府がこの地域に移ってきてて、はい、当日はそのデモの対応とか、うん、犯罪対応とかをやってて全然このグ 群衆を誘導するっていうことを、にほぼほぼ注意がいってなくったと、うん、で、そういうこういろんなことが重なってしまっての事故なんですが、これは本当にあの防げたはずだし、やっぱり若い方が多いので、うん、こう。危険に対して、ね、やっぱり経験とか知識とかを、うん、やっぱりきちんとやっぱ大人が守ってあげなければいけなかったと思うんですよ。うん、で、あのこれまずいと思っても、もう逃げられなくなっていて、本当にあのおかわいそう。 だったしあの防げたことを防げなかったことはなぜかということを絶、ね、しっかりこれ検証していかなければなりませんね,でね、はい、で現場で一体何があったのかここから先生に解説をしていただくんですけども可能性その1群衆が前の方向に倒れた1平方メートルあたり3人から5人の空間で発生しますで誰かがつまずくなどのきっかけで人々が前の方向に倒れ込むとご覧のようなイラストなんですけども1人がこう倒れ出すと パタパタパタッとこうまあ連鎖するように巻き込まれていくという状況です。で、この1平方メートルあたり3人から5人の空間ということなんですけども、1平方メートルというのが1メートルかける1メートルのこれぐらいの大きさですね。うん、で、これをじゃあ例えばこう置いてみますと、これぐらいのスペースですから。ですからここに3人から5人ということですから、まあ、私が立ってみると、まあ、3人5人は。 いけそうかなという感じはしますがううす先生あの、ただ3人から5人でこういったことが起きる可能性があるとということですね,えっとですね厳密には1平米3人から5人くらいから発生し得るということで、うん、それ以上高い密度でもこのようなドミノ倒しといわれる現象はです、ね、発生はしますね比較的あの立ってみて余裕があるんじゃないかなと思ってしまったんですけども決してそうではない、はい、ということですか。 あえっと、あの余裕がある段階からでも発生し得るということですね。メカニズムとしては基本的にはある程度の人の流れがあるようなあのところで,です、ねうん、何らかの原因でどなたかが倒れて後ろからどんどん あの人があの止,まら止まれずに輸入してそれであのえっと前方向にあのどんどん前の方にどんどん転倒が波及するというタイプですね、まあ、群集事故としては最も多いタイプなんですけれどもいいこういう可能性が、はい、一つあるかなと思います、はい、そして可能性その2を見てみましょう、はい、群集雪崩が発生したことが考えられるではこの群集雪崩、どういうことなのかこちらの VTR ご覧ください。 この群衆の中の真ん中にいる人が1人倒れます、そうすると一体どういうことが起きるのかその倒れた人を中心に周囲の人たちがどんどんと巻き込まれて倒れていくということです、うん、これれを群衆なだだとううんだそうです。うん こちらの現象は一平方メートルあたり十人から十二人ということですで気絶倒れた人を起点に円状楕円形に楕円状に人が倒れ込むということです先生これは先ほどの現象とはやっぱりちょっと違いますよねそうですね転倒、えっと、がです、ね、前の方ではなくて円形もしくは楕円状に広がるという点とあと極めて高い密度ですね一平米十人以上の密度で発生すると、はい はい。ですからまあ私この一平方メートル立ってみますと、まあ改めてここに十人はちょっとこ考えられない、ね。これは厳しいですね。ですよね。十人十二人。ですから先生あの今映像をご覧いただきましたけれども、はい、このイテウォンではもう十人から十二人ぐらいにはなっている可能性があるということですか。まあそうですね。その事故が発生した時にどれぐらいのあの密度あったかちょっとわからないのとあと。はい あのドミノ倒しみたいな現象も、1平米10人でも起こりうることは起こりうるので、どちらが起きたかったらちょっとわからないんですけれどもまあ1、はい、1平米って電話ボックスの面積ですから、そこに10人詰め加えるって状況を考えると、極めて密度が高い、はい、あの2001年の明石の歩道橋の事故は、の群衆流タイプだと言われてます。なるほど 先生、これ、ただ360度、人をこう巻き込むというのも恐ろしいですね、この CG を見ているとそうですねはいあのきっかけとしては、あの極め1平米10人以上ということは、極めて高いあの密度ですよね、あのはい、なので、例えば胸,部と,胸とかがでで、ねはい、非常に強い圧力を受けてです、ね、はい、それであの、えーとまあ、気絶したりとか、あるいはその、えー、と気を失ったりして、それで。 倒れ込んでそこを起点にして四方八方に人が折り重なるといったタイプですねはなるほど。こういった群衆なだれが起きたのではないかということですそして可能性その3立ったまま押しつぶされた、えー、<ー>韓国の朝鮮日報によりますと一部の報道機関では消防当局の話として犠牲者たちは下敷きになって圧死したのではなく立っている状態で押しつぶされて圧死したと報道していると だから倒れて上に乗られちゃっただけじゃなくて立った状態で圧死しているです、はい、でこれを一、ね、宮市立市民病院の山口救命救急センター長に聞きますと圧迫されたことによる窒息は上から下からではなくて、えー、水平方向でも起こりうると胸の厚みが半分ぐらいになるほど押しつぶされると肺が膨らまず息ができなくなってしまうというこういったことが考えられるとで。実は 野島さんが満員電車で非常にあの危険な目にあったことがあると言ってましたね,そうですね私が大学生の時に通勤ラッシュであ、うん、あのまあ、押しつぶされる経験があったんですけれども、うん、その時は息ができなくなって目の前が真っ暗になって倒れてしまい、えー、救急車に運ばれるという経験がありました、えー、で、その時は私154センチ身長なんですけれども、うん、皆さん周りの人たちがカバンを持つ高さっていうのがここら辺なんですよね、うん、なので息ができなくなってしまう<ー>息ができる空間を確保ができないっていうのが問題で その顔を上に向けて息を吸う呼吸するとてことはできなかったそ,それをやってるつもりではあったんですけど、うん、体勢的にも苦しくていつの間にか意識が遠くなっていくという経験もありましたね先生、こういうい立ったままの状態でも非常にリスクの高い状況というのはあるんです、ねはい、そうですすねねはいそう胸などが圧迫される非常にこう人の数が多いので、はい、あの四方八方から圧力がかかるわけですよね。はい はい。なので、立ったまま、あの、気絶されたりとか、まあ、気絶されると当然、あの、倒れ込むわけで、はい、それをきっかけにして、群衆雪崩が起きると。陥没型も倒れ込みと言われますけれども、はい。そういう現象だと思います。 でえー、先生に伺いました群衆事故の発生の要因なんですけれども3つにまとめてもらいましたまず1つ目が狭い坂道という立地前の状況がわからないまま人がどんどん流入したのではないかもうこの写真を見てもこの細い通りがもう人で埋め尽くされているの分かっていただけると思います。そ、うんうん、そししてそののの警警備備です、えー、先ほどどどあ,ありまたたけどもお話が、えー、雑踏の警備の体制は十分だったかどうかう 3ですけども心理的な要因人々がパニック状態になった可能性もあるのではないかと、えー、現地を知っている人によると、まあ、お酒を飲んでいる人踊っている人、まあ、非常に賑やかな状態だったのが、まあ、一気にパニック状態になったんじゃないかということです、えー、人が密集すると興奮しやすい落ち着くことが重要だがそもそも人が集まることはリスクがありますいかないのが一番、うん、先生、やっぱりここに巻き込まれるとそこから逃れるのは大変難しいということですか そうですね1回,1回過密空間が発生してしまうと、はい、そこからその脱出するのは極めて難しくなりますので、うん、そういう状況を発生させないことがまず一番重要で、うん、あの発生してしまったらですね、まあ,あの 誘導員の方、警備員の方の指示にちゃんと従うことと、はい、まあ、それから落ち着くことですよね。はい、あの、まあ、そもそも人が、あの、集まってしまうと、ちょっと興奮状態になりやすいんですけれども、はい、それで、我先に、あの、移動しようとか、うん、あの、そういう人が多くなるんですが、うん、あの、落ち着くってことがとても重要なんじゃないかなと思います。